皆さんこんにちは。映画私の男の中で鎖の純子役を演じました浅野忠です。鎖の羽役を演じました二階堂ふみです。私たちが出演した映画私の男はいよいよブルーレイ &DVD でリリース、また配信開始となります。まあ、今までいろんな役をやらせていただきましたけど、まあ、自分が若い頃に演じたような役をもう一度やりたいなと思っている時に、まあ、このような役をいただきまして、純子、まあ、はもう僕にしかできないなと思いましたし、もう徹底的にやるしかないと思いました。それでですね、まあ今40代を迎えることができたんですけど、そういう、まあ、今の自分の年齢をなんかこうぶつけられるような役であったので、それを本当にこういういい作品で演じ切れたというのは本当にありがたいなと思っています。完成したものを見たとき、現場で感じていた以上のものがスクリーンにありました。とても幸せに思いました。私はすごい熊切監督とずっと一緒に映画を作りたいと思っていて、その念願の熊切作品であり、また運命的な作品にもあったと思います。私のとこぜひご覧ください。待ってたのか。全部私のもんだ。俺も家族が欲しいんですよ。あんたには家族の作り方なんてわからんよ。決して知られてはいけない二人だけの秘密。あの人ね、他人じゃダメなの知ってた？寂しくてじっと我慢してるの。男と女ってのはしつこいもんなんだよ。男とか女とか関係ないもん。あの男とあんたはね、飲まれて消えればいい。後悔なんてしない。好きな人にもさせたくない。なんで東京なんか出たのさ。あいつならよかったわ。何なんですか。俺は親父になりたいんだ。あの人は心が欲しいんだよ。罪を犯してまで守り抜いた衝撃の真実とは。何したって、あれは私の全部だ。私の男。